お前、気がれんのも今のうちだからな。そのレベルじゃ俺に勝てねえぞ、お前。あ、そうか。なあ、おい、ゴルラ。おねえ、やれ。あ、こいつ、試合当日やるんで、俺。お前、覚えとけ。群馬から来た戸塚優斗です。キックボクシングを9年やってます。で、この日のために持ち上げてきてるんで、まあ、今日やらせてもらえるんであれば、まあ、誰でもいいです。よろしくお願いします。こんにちは。岡山県の玉野市から来ました。岡本文太です。伝統派空手18年間、ボクシング5年過去にやってきました。で、まあ、実力でこの場に呼んでいただいてると思ってるんで、まあ、強い相手だったら誰でもいいです。よろしくお願いします。新人王の方は何キロでやってますか試合？65以上だったらもう富澤君の相手にいいかもね。ボクシング新人王、全日本新人王なんで。1番の方は何キロですか？はい、僕は66でできます。2人試合できます今。大丈夫です。2人ともなんか実績がこの中で一番高いので。はい、準備してもらえますか。じゃあ、はい、勝った勝者と富澤くんどうですか？まあ実力見せてもらって勝負論になりとれば全然いいですよ。レディーファイト。いいじゃん、はい、誰も来なかったんだろ相手。俺がやってやるよ。分かった頼む。おい、うん、あんま頼むな。おい、飛び切れ。何をしてんの？あ、おい、何をしてんの？あ、お前覚悟しとけ。待っとけ、どうですか。おい、お前気がれんのも今のうちだからな。そのレベルじゃ俺に勝てねえぞ、お前。あ、そうか。なあ、おい、ゴルラ。おねえ、やろ。覚えてけばね。来いや。あ、こいつ、試合当日やるんで、俺。お前覚えとけ。